エモンソルジャーの切ないです。 A0 です。今回は質問コーナーということで、ポケスルの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たち2人が責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんの手助けになればと思います。ということで質問読みます。はい、こんにちは。いつも楽しく見ています。ポケモンの性別に関して、性別の偏りやオスメスどちらにしかできない戦術構築など、対戦において性別を気にすることがあるのか、ガチ勢の解説が聞いてみたいです。なるほど。これはそうなんす、オスメスどっちがいいかっていう話ではなくて、まあくまで対戦のこと。まあ見た目変わるポケモンはいっぱいいて、それで決めるっていうのもまあ一つの手ではあるんだけど、まあガチで対戦戦においてどう性別決めたらいいっていうことかな。まあまずはガチ対戦において性別をこだわる理由、それが2つあって、まずはメロメロ状態。性別が異なるポケモンに対してメロメロ状態になると 50% の確率で技が失敗すると。でこれは混乱とかと違って、どちらかが交代するまで永久に効果が続くね。まあ、ラムの実とかで回復できなくて、メロメロ状態を回復するにはメンタルハーブだけか。まあ、相手もメロメロ状態にする赤い糸もあるけど、メロメロ状態をどうこうしようっていう理由でそれらを持たせることはないから。まあ、メロメロはほぼ全てのポケモンが覚えるから、まあ、極論ほぼ全てのポケモンがこのメロメロを意識するべきではある。冷静に考えると、まあ、強い技かって言われるとそうではないから、まあ、言うほど気にする必要はないのかなっていう感情もあるね。第8世代で性別を持ってて、かつメロメロを覚えないポケモンがテッカニンだけ。知らなかった。逆にナットレイ、ウルガモス、ヤリユータンは第8世代でメロメロを覚えるようになった。使われるっていうことは少ないだろうけど、まあ覚えとくともしかしたら役に立つかも。メロメロの技を使う以外にメロメロ状態になることがあって、もう一つはメロメロボディに触れた時かな。まあこれは技のメロメロと違って使うポケモンが限られてて、ミロカロス、ニンフィア、ピクシー、ミミロップ、チラチーノ、プクリン、まあこれらは他に優秀な特性を持ってることが多いから、これもまた採用されることはほとんどないかな。悟空ごく稀に発動して困ることがあるかもしれないけど、基本的にメロメロボディを考慮することはないかな。できるんだったら気にしといた方がいいかなぐらいだね。まあ、あとは巨大包容とか EV の巨大マックス技あるけど、使われることはさすがにないかな。もう一つガチ対戦で性別をこだわる理由っていうのが、特性の闘争心かな。これはまあメロメロよりかは大事な要素だね。性別が同じ場合は威力が 1.25 倍、性別が違う場合は威力が 0.75 倍になるっていう効果なんだけど、まあ、オノノックスとかレントラー、まあ、ニドクイ、ニドキング、あとまあケンホロー、まあ、このあたりだね。一番大事なのはオノノックスで、時点でニドキングかな。まあ、それぞれ型破りとか力づくとか優秀な特性やっぱりあるから、まあ見ないよねっていう話はまああるんだけど、これで 0.75 倍になるか 1.25 倍になるかってめちゃめちゃ対戦に関わってきちゃうから、まあ、できれば気にした方がいいね。これらに対する考え方を解説していくと、結論として強いポケモンはオスが多いっていうのを重点的に考える必要があるかな。強いポケモンがオスの方が多いっていうことは、メロメロを使うポケモン、メロメロボディのポケモンはメスが多くなって、闘争心のポケモンはオスが多くなる。まあ、つまり、まあ、できるだけメスにした方がメロメロや闘争心の効果を発動しづらくさせるっていうことができるね。強いポケモンがオスが多いっていうのは、まあ、どういうことかっていうのをポケモンホームのデータを見ていくと、まずポケモンホームの順位の30位以内のポケモン、オスの方が多いまたはオス限定のポケモンが7体、メスの方が多いまたはメス限定のポケモンが0体。その中でレイジューランドロスとオーロンゲはオスしかいないね。メスの個体が1匹もいないポケモンたちだね。ポケモンホームの使用率順位トップ30にはメス限定のポケモンがいないということで、まあ、ランドロス、オーロンゲを意識してメロメロを使うポケモンはメスが多いし、まあ、闘争心のポケモンはオスが多くなると。あとはエースバーンとかウーラウスとかゴリランダ、ラグラージュ、ここら辺もオスが7、メスが1の割合だから、個体を厳選する際に性別を気にしないと大体オスになってるはずだから、まあ、そこに対してメロメロを決めたいなら当然メロメロメスだし、闘争心はオスだよねっていう話になってくるね。でポケモンホームの使用率順位を100位まで範囲を広げると、オス限定またはオスの方が多いポケモンが23体、メス限定またはメスの方が多いポケモンが8体。まあもう差が圧倒的だよね。オス限定のポケモンが100位以内だと5体なのに対して、メス限定のポケモンが5体、同じなんだよね。その中でもやっぱりメスのみのポケモンだとクレセリアとラッキーが採用率高くて、オスのみのポケモンとかオスの割合が高いポケモンで耐久がめちゃくちゃ高いっていうポケモンは、まあ、結構少なくて、まあ挙げるとすればカビゴンとかかな。まあ、それに対してメスの割合が高いポケモン、メスのみのポケモンで耐久高いのはまあクレセリアとラッキーがいるから、耐久ポケモンに対してメロメロ当てたいよって考えてる人はそのメロメロするポケモンをオスにするっていう思考もまあ一応あるにはあるね。耐久ポケモンを意識するならオス
スにしてもいいけど、それ以外だったらメスの方がいいかなって感じか。あと一応闘争心持ってる特性のポケモンの中で二毒院だけはメスしかいないから、まあ、二毒院はメスのポケモンに対して強く出れるけど、まあ、数の多いオスのポケモンに対してはかなり弱くなってしまうっていうところで、まあ、かなり使いづらさがあるポケモンではあるね。結論として、まあ、強いポケモンはオスが多いから、メロメロを使うならメスを使った方が良くて、闘争心を使うならオスを使った方が基本的には対戦でいけることが多くなる。逆にどちらも使わないポケモンをどっちにすればいいのかというと、まあ、オスのポケモンの方が数が多いのであれば、まあ、できるだけメスにした方がいいね。そうすればメロメロや闘争心の効果を受けずに済む。例えばエースバーンとかは、まあ、オスが多いから、まあ、エースバーン意識でメロメロ採用するポケモンはメスになるので、メスにしといた方がメロメロを食らいづらくなるよってことね。それのためにわざわざメス厳選しなきゃいけないっていうほどではないんだけど、まあ、オスとメス両方いるんだったらメス採用しようかなぐらいは考えた方がいいかな。パーティー6匹いて性別不明のポケモンを無視したとして、まあ、その6匹のうちどれぐらいメスにした方がいいのかっていう話になってくると思うんだけど、正直全部メスでもまあいいかなっていう感じはあるよね。メロメロ闘争心使うポケモンが性別をこだわらないわけがないから、仮想的絞るなら絶対にオスに絞るだろうから、まあ、メスにしといた方がこれらの被害を受けずに済むっていうのはまああるだろうね。一時期メロメロドラファルトとかがちょっと話題になったりして、まあ、その時に全部オスにしてた人はボコボコにされるっていう可能性もあっただろうからね。まあ、ただ逆にメスを対象としてメロメロとか闘争心を使おうとしてる人が、まあ、仮にいるっていう風に考えるのであれば、まあ、オスを 1,2 匹採用するとか、まあ、そういう話にはなってくるかな。まあ、ただまあ基本的には全部メスで、まあ、問題はないね。剣盾においてはオスの方が強いポケモンが多いよっていう話なんだけど、第6世代とかメスの方が強いポケモン多いよね多分。ガルクレスの並びに強くするためにどちらの性別を対象とするかというと、まあ、大体メスだったみたいな話はあったね。今後ダウンロードコンテンツか何かで剣盾に新しいポケモンが追加されて、それがメスのポケモンだったらこの考え方はちょっと変わるかもしれないね。で今のところはメロメロ闘争心を使わないポケモンたちはできるだけメスにした方がいい、まあ、これが結論かな。まあ、ここまで言ったけどメロメロとか闘争心とか、まあ、正直そんなにいないから、もう個人の好みでいい気がするね。メスのウーラオス気持ち悪いとか、メスのゴリランダ気持ち悪いって思うんだったら別にオスでいいし、厳選めんどくさいんだったらオスでいいし。まあ、正直ソーナンスとかブルンケルとかオスメス見た目違うポケモンいるじゃん、まあ、そこら辺は自分の好きな見た目にしたいっていうのが、まあ、正直なところではあるよね。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。